こんばんは。今日はですね、私、テスト2日目が終わりまして、明日3日目なんですけど、明日、2教科、保健と地理なんだけど、勉強してて、めちゃめちゃ眠くて、今やばいんですよ。で、けど、今日ね、放課後、学校終わった後、モンスター買ってこようかなと思ったんだけど、買い忘れちゃって、普通に、単純に普通に買い忘れちゃって、今から行きたいなと思ってるんだけど、さすがにこの時間は一人じゃ行けないので、ちょっとママに今から、コンビニ連れてってほしいですってちょっとお願いしてこようかなと思います。ちなみに今は10時半ぐらいでございます。それから、ギリさ、7時半とかだったら買いに行けたんだけど、ご飯食べてたから買いに行けなかったんだよ。ママにお願いしてこようと思います。ちょっと車出してほしいです。つって。テスト頑張るからって、今お願いしに行ってこようと思います。今ママ編集してるのでね、聞きに行きたいと思います。はい、今聞いてきました。OK が出ましたよ。やったー。とりあえず、急いでって言われて もう別に服も、上着必要からいいかなと思って、これに ズボンなんだけど、まあ、もういいでしょ。これで行っちゃうよ、私は。もふもふの上着着て行こうかなと思います。もうすぐ出るって言ってたので、行きたいと思います。ママありがとう。早めに言ってもらいます。ふと思ったんだよ。あ、眠い。あ、冷蔵庫。あ、買ってない。モンスターってなったわけ。なったわけ。そうだね。まあさ、さすがに一人じゃいけないしね。まあこんな遅い時間じゃさ。ただ早く行ってほしかったかな。ごめんね。やりまして。はい、ありがとうございます。いいえ。今向かってるので、安全運転でよろしくお願いします。あれっつらこう。来てすぐでごめんね。ん？かわいい。何？タオルインポーチだって。タオルが入ってんの？この猫。うん。ディズニーの、ね、猫ちゃん。マリーちゃん。マリーちゃん？あれだよね。スクバにつけてる子大体かわいい子ばっか。顔面かわいい。羨ましい。ね、これタオルっぽいね。待って、あ、やば。あ、やば。あ、やば。何これ、かわいい。こうなってるんだ。何買いに来たんだっけ。モンスター。行くよ。おい。これ買ってもさ、私ゲームやんないから楽しいんで。マジで。そうだね。そう。何？小さな文房具に。え、待って、これこんな安いの？150円もするよ。え、だってさ、5本入っててこれ安くない？930円。いや、5本入っててってさ、今。ああ、5本。うん。分かってるよ。え、これ初めて見た。あ、クルトガみたいなもん？うん、クルトガ。みたいなもんじゃなくて、クルトガ。ここしか見てなかった。びっくりしちゃった。ママが一番びっくりした。何言ってんだろうと思った。何言ってんだろうってなんやろ。あ、コレクション。私が使ったやつとちょっと違う。3色ある。いいな。4って書いてあるけど4色じゃないの。だから4色って今言って。3色って言ってた。違う、だから私が持ってるの1色あるって。なんかついてるよ、装填のなんかあれじゃないの。何？やめて、そういう冗談いらないから。超汚くない？ねえ。あれだよ、ほら、ここさ、今洗ってきたけど汚かったね、ここ。今、洗ってきたけど汚かったでしょ、さっきまで。それでさ、あんたすぐ鼻こするから、それだよ。これしょ、これ。え、すごくやっちゃうな。怒られちょっと。あ、じゃあ自撮りしてもらって。自撮りはしないよ。ちょっとさ、明日ママも会社持ってくから。今？うん。ピンク？ピンク。
のは翼授けなくていいの？いいの。顎のせ。流行ってたでしょ？ティティン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 。そんな顔じゃないよ。可愛い子がね、こうやってね、こうやって。やばか美人、めっちゃ超美人な子が。ティン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 。やばい、監視カメラあった。マイクして。監視カメラあった。めっちゃ見られてた。モンスター買って帰りましょうか。はい。はい。はい、今帰ってきたので、ちょっとだけ紹介しようかなと思います。はい。これ目当てで行きましたよね、モンスター。私、今日の分で、これがママが明日が、学校じゃないや、ママ学校じゃないわ。仕事で飲むらしいので、ママ用ね。本当はこれだけで終わりの予定だったんだけど、買い物終わりの予定だったんだけど、なんか気づいたらカゴに入ってたなみたいな。気づいたらカゴに入ってました。ということで紹介していきます。まず1個目、じゃんじゃんじゃん。これが、ベニーハルカのスイートポテトタルト。これ私、めっちゃ美味しいじゃない？こういうの好きなんだよね。じゃんじゃん。これが、ミルクレープロール。パパのですね、美味しそうやなぁ。これがママ。クリームたっぷり濃厚カスタードシュー。ソフトクリームですね。で、まだ買ってるんですね。よいしょ。じゃんじゃん。蜂蜜、ホット蜂蜜ゆずとほうじ茶。これがママので、これ私のですね。で、これさ、一口ちょうだいとママに言っていいよって言われたんで、飲んでみます。あ、でも匂いめ、すごいゆず。え、なんかさ、あれみたいな味するみかんみたいな。なんかみかんの味する。私の味覚がおかしいのかな？うまいよね。匂いはマジ柚子だからおおと思ったけど、全然味はみかんでした。私はもう、安定のほうじ茶なんで。まあ、いつもね、学校帰りとかこうやって持ちながら、あったっけーってなんかこう、飲んでる。まあ、ということで、なんか、モンスター買いに行ったら、なんか甘いものとあったかい飲み物買ってたよっていう感じでございました。悲しい。で、この後、甘いもの食べたら、これ飲みながらやって、飲み終わったらこっちみたいな感じで、ね、勉強頑張りたいと思います。保険、まあ、地理も、まあ、うちも暗記系だけど、まあ、地理は今回、自分で やったりすることが多いのもあるんで、ちゃんと完璧にできるように勉強して明日に臨みたいと思います。明日2時間ん2教科明日2教科やったら、明後日は1教科で学校が終わりなので、遊びに行くので、それをモチベに頑張っていきたいと思います。今から勉強していきます。それじゃあまたね、バイバーイ。頑張るぞ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。